私の記憶が正しければ、前にテイワットに外来者が現れたのはもう何百年も前のこと。まさか各界を旅してる時にまた天外の来客を見つけるなんてね。追放されしカリウド、ノラの勇者、彼女の遺伝子も彼女の能力もとっても気になるわ。さあ、魔女の研究の開始よ。私はアーロイ。この世界のことはあまり詳しくないが、私の読みはきっとお前の力になる。私の見立てではアーロイは弓で野外の危機に対処するのが得意ね。氷元素力により獲物を足止めし、仲間と包囲攻撃を仕掛ける。幼い頃に部族を追放された彼女は育ての親に狩りの極意を学んだみたい。狩りは冒険と同じ、ただひたすら突き進むのではなく、テクニックとタイミングも重要よ。アーロイがチームにいる時、チームメンバーが鶏肉などをドロップする動物に近づいても気づかれなくなる。アーロイの通常攻撃は弓による最大4弾の連続射撃で物理ダメージを与える。銃撃はスタミナを消費し、ダメージがより高く、より正確な狙い撃ちを放つ。照準時、表層が矢先へと凝集し、敵に命中すると氷ダメージを与えるわ。元素スキルを押すと、アーロイは氷の爆弾を投げ、爆発して氷ダメージを与えるわ。その後、複数の冷凍爆弾に分裂し、敵に触れる、または一定時間後に爆発して氷ダメージを与える。とても巧妙な爆破設計ね。氷の爆弾または冷凍爆弾が敵に命中すると、敵の攻撃力がダウンし、アーロイにコイル効果を一層与える。コイル効果の総数に応じてアーロイの通常攻撃ダメージがアップする。コイルの要素を所有するとき、アーロイのコイル効果は全てクリアされ、アイスラッシュを獲得する。通常攻撃ダメージがアップし、自身の通常攻撃は氷ダメージに変化する。本効果時、アーロイはコイル効果を獲得できなくなる。効果終了時にコイルの総数をリセットする。コイル効果は戦闘状態が解除されてから一定時間後にクリアされる。テンプ、戦闘オーバーライド解放後、コイル効果を得ると一定時間自身とチーム内キャラの攻撃力をアップさせる。この効果は重複負荷よ。ここは私の狩り場だ。目標方向へ氷元素に満ちた動力源を投げ、矢で爆発させることにより氷範囲ダメージを与える。元素力で作られた爆発装置は実に巧妙で、タイミングと位置が噛み合えばとても良い効果を生むはずよ。優れた狩人は一撃で仕留める術だけでなく、長期戦も考えなければならない。テンプ、強打解放後、凍てついた大地のアイスラッシュ状態にあるとき、自身の氷ダメージを持続的にアップするわ。狩りをしているときのアーロイは獲物を追う猫のように巧みで鋭敏。彼女に狙われた獲物は氷の矢と爆弾から逃れられず、その仲間との連携により敗北するわ。戦闘中、元素スキル氷の爆弾で仲間の攻撃に協力し、コイル効果を蓄積する。氷の爆弾もしくは冷凍爆弾が敵に命中した時、テンプが発動し、アーロイと仲間の攻撃力がアップする。コイル効果が4層に達したらアイスラッシュ状態に入り、凍てつく矢が獲物に致命傷を与えるわ。またテンプ、強打の効果によりアイスラッシュ状態中は自身の氷ダメージを持続的にアップする。元素エネルギーが溜まったら元素爆発で目標範囲内の獲物を片付けられるわ。魔女の仕事は研究と学級。さまざまな異界から来た外来のものを研究し、学んだ知識を利用して新たな存在を創造する。私にとってはごく自然でとても楽しいことよ。この点では狩人も魔女も大差ないわね。
元の世界で様々な身分を持つアーロイはテイワットで新たな旅を始めた。新しい風景、新しい仲間。彼女は故郷に対し新たな思いを抱くはず。サバイバルを熟知する彼女はテイワットの冒険もきっとうまくいく。もし私に彼女の爆弾を改良させてくれたらより完璧になるわ。プレイステーション。